私の呪いは解けた。でも、お姉ちゃんは、お姉ちゃんが残したものを探しに行ってみようかな。お姉ちゃんは町のあちこちにメモを残していました。お化けは目を合わせなければ襲ってこないはず。目を閉じて気配を消すこと。あれは屋上でしか見えないらしい。だから空を見るなって伝わってるのかもしれない。なぜか自分の家をすぐに思い出せなかった。久しぶりに来たからかな。気づいたのだけど、この街は夜でもカラスが飛んでる。まるで何かを探すみたいに。あの子の心の傷は思ったよりも深いようだった。見えないものが見えてるみたいだ。街に伝わる鳥の怪物は、なぜか小鳥と呼ばれてる。偶然にも、私と同じ名前だ。あの空の写真は本当だった。これで私も呪われてしまった。さあ、鈴を探さなきゃ。森へ行ったことを後悔してない。あんな母だけど、私はどうしても会いたかった。呪われたとしても。胸が痛い。呪いのせいなのか。頭の中がぐちゃぐちゃになる。何も思い出せなくなってくる。私はもうダメだ。間に合わない。君は、すべてを思い出したとき、私を許してくれるかな。6以降のメモと手紙はクリア後に落ちています。こんなところに花が咲いてる。お花を摘んでいこう。青い花一を拾った。青い花一。いつの間にか街中で咲いた綺麗な青色のお花。小さいけれどとっても綺麗。誰かに見せてあげたいな。集めれば花束にできそう。青い花はクリア後に街のあちこちに咲いています。麦が眠るお墓だ。そうだ。拾った綺麗な青いお花を麦にあげよう。麦のお墓に青いお花をあげた。麦、また来るね。君がここにいたことを忘れてしまってた。麦、長い間真実を受け入れられなくて、ごめんね。いつの間にか花畑になってる。麦、喜んでくれてるかな？一輪だけお花をもらっていこう。またね、麦。青い花七を拾った。これでたくさんのお花が集まった。お花をまとめて花束にしよう。青色の花束。街で見つけた青い花を紐で縛った花束。これはあの人にあげに行かなきゃ。きっと見ててくれるはず。
お姉ちゃん。お姉ちゃん、私もう、絶対に忘れたりしないよ。お姉ちゃんのおかげで、どんなに怖くても勇気も出せるようになったよ。もう一人でも大丈夫だから。だから。これ、お姉ちゃんが持ってた。もらっていこう。あ、そうだ。行こう。音楽プレイヤーを拾った。お姉ちゃんはどんな曲を聴いていたんだろう。大事に使っていこう。お姉ちゃんのための花束が置いてある。お姉ちゃんの気配はここにない。もう、行かなきゃ。